ホルムズ島は、ペルシア湾のホルムズ海峡にあるイランの島。現代ペルシア語の発音に近づけて、ホルモズ島と呼ばれることもある。面積は、約42平方キロメートル。ペルシア湾、インド洋の海上交易における要衝に位置しており、14世紀に60キロメートル離れた、本土側の港町ホルムズから、当時、ジャルンと呼ばれた、この島に新ホルムズが建設された。 1515 15年、ポルトガルに占領された。1622年、サファビー町のアッパース一世の治世下において、イギリス東インド会社の援助を受けて、ホルムズ島は脱回された。現在は、イランのホルモズガーン州に属する。現在の島では、約3000人ほどが生活している。ホルムズ島は、バンダリアッパースの6 0トルにし、 イラン本土の最も近い対岸から6キロメートル南に離れたペルシア湾上に位置する。面積42平方キロメートル堆積岩と火山性の物質からなる地層で氷土が覆われている。島内で最も高い地点は海抜約1 8 6メートル洪水が少ないため土壌と河川水には塩分が混じる。この気候で ヒルギ魂というマングローブの品種の栽培が試みられたことがある。また、新鮮な水が得られないため、イラン本土から飲料水のパイプラインが引かれている。この島は古代ギリシャ世界には、ネアルコスが伝えたオルガナという名で知られた。また、イスラーム時代には、ジャルンと呼ばれていた。ホルムズという名は、本土側にある重要な港、ゲンバンダレアッパースの急所から付けられた。 ありがとうございます。